1日ぶりの投稿と思いきや、ガンバレージング、今日は開封していきたいと思います。はい、というわけで、今回、ツイッターで600円の UR 確定アウトレットオリバー、プレイとかコレクションするにあたって、あんま気づきにしない人なので、アウトレットだったらもうちょうどいいって感じで、今回4パック買いました。まあね、だいぶ前にフリルでちょっとね、洗礼を受けてますので、今回は、頑張っていきたいと思います。こちら。お、ソン 5.0 からだね。5点、お、サタン、ドン！おー、18号。16号か。間違えた。おい、悟空からの、ゴジラ！お、マジで ?600 円だよ、これ。あー、でもやっぱ、アウトレットなだけあって、ま、俺はあるけど、他傷ないし、これ全然ありだよね。やった、勝った、1パック目から。仮面のサイヤ人の疑惑って言ったらいいのかな？大猿出ました。これも幸先良すぎじゃない？まあ、若干ちょっと出落ち感絶対半端なかったんだけど。うわぁ、ちょっと山場をね、1パック目で持ってきちゃったかもしんない。孫悟飯青年キー。おサタン。おトゥルセニー。オッケー。ドン！おぉ色アバターがビビった。かっこいいよ、このデザイン。次のドラゴンボールヒローズで全部アバターが強化されるらしいです。せーの、ドン！おぉえ、よくねこれ。もう折れてるけど、折れてるけど、ゴロダイ魔王。やべえ、これはちょっとデッキ入り、即デッキ入りですね。バビディ。顔が、顔はちょっとエロいですね。はい。で、ドンからの、こちら。お、ピッコロ。ピッコロ脱落しちゃいましたね、アニメで。ドンあの、虫人間にやられてます。で、サタンからの、こちらおーまあ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 、全然いい、全然いい。孫悟空。アウトレットですかね。まあ、若干傷あるかなっていうぐらい。すごい。ちゃんとね、なんか絵柄がね、あんま変わらないカードがあるらしくて、これはちゃんと変わる極意ですね。すげえ。あ、ちょっとね、裏にすれとかはあるんだけど、全然オッケー。行きましょう。これさ、UR 確定。あれ？おい！ちょっと、出落ち感っていうか半端ないし、これはアウトレットかな。行きます。これ、備品あり。ただこれで、6424、全然 OK。これで普通にもう、元取れてるからね、600円。スポポビッチからのドン！これね、ヒロアバターカード。あ、あれ？これ UR じゃない分、こっちがアウトレットっぽいよね。あ、めっちゃアウトレットじゃん。